今日の質問です先日の放送で腎脳法は心配ないよという話をされていましたがその一方で多発性脳法腎という病気もあるとのことでしたがどんんなな病気なんでしょうか先生以前にこのお話をしていただいたと思うんですけども、はい、この多発性脳法腎ってどんなものなんですか、はい 多発性脳胞腎というのはですね、腎臓腎臓って右と左に1個ずつありますよね、その両方の腎臓に、脳胞という水がたまった袋のようなものがね、いっぱいできて、いっぱいいいっぱいできて腎臓がどんどん大きくなって最終的には腎臓を埋め尽くしてしまうぐらいに大きくなるような病気ででです。すす原因はは何ななんんかこれはですね、遺伝子の異常による病気なんです。 PKD1 という遺伝子と PKD2 という遺伝子があるんですけどもこれらの遺伝子があると起こってくる病気ですじゃあ遺伝性の病気ということなんですねそうですねあのお父さんお母さんのうちどちらかがこの病気の遺伝子を持っていれば子どもに伝わる可能性があるという遺伝性の病気です、うん、そうやって農法がたくさんできると症状ってすごい出そうな気もするんですけども ただ、これはですね、実はその、の胞というもの自体が別に病気を何か起こすいうわけではないんですよね。ですから、その脳う胞がいっぱいいっぱい増えてくることによって、正常な腎臓の組織やね、その他の臓器が圧迫されて、症状が出るというものです。で、多発性の法人に関して、一番これでお医者さんにかかって、で、多発性脳う胞腎と言われましたっていう、最初の症状として、一番一般的なのが血尿ですね。 目に見える血尿もありますし、検診で血尿を指摘されたということもあります。血尿が出ると、他の病気も疑ってしまいそうですよね。そうですねあの、一番怖いものでいたら尿路系の悪性腫瘍、膀胱がんとか、尿管のがんとか、そういうものがやはり一番怖いので。 まずはそういうものを否定した上でということになりますけどただ多発性脳邦人の場合はですね、今は超音波なり CT なりの画像検査でも簡単に診断ができますのでもちろんその悪性腫瘍は否定しないといけないんですけれども診断自体はそんなに難しいものではありませんじゃあその多発性脳邦人と言われた場合治療はどのように進めていくんですか、はい、この多発性脳法人という病気ですけれども、 根本的なな治療法といいうのはないんですねですから、症状に応じて対症療法を行っていくことになります。で、多発性脳邦人の方で一番怖いのがあ、高血圧とか脳出血、頭蓋内出血ですね、が起こるリスクが普通の方より高いんです。ですから、血圧をしっかりコントロールすること。 お薬です、ね、コントロールすることによって多発性脳胞児の病状の進行自体も遅らせることができますし脳出血のリスクも下げることができますキスホーー。ムドクターこの番組では皆さんからのご意見ご感想そして医療に関する疑問や質問をお待ちしています詳しくはキ番組ホーームページをご覧ください。皆さんからのたくさんのアクセスお待ちしています 今日の担当は、太郎先生。お相手は竹内明美でした。